それであのここで皆さんからご質問等あればお伺いしたいと思います。あのもう実績ができておりますので、これはダメなのでこうしてくれというようなちょっと意見はなかなか難しいところがあるかもしれませんが、まあ、細かい点であればこの建築工事に入った時点で修繕が効くという部分はあるかもしれませんので、皆さんからまあそういうご要望、もしくはこの辺はどうなってるんだとか、そういう点ご質問ありましたらお願いしたいと思います。はい、ワークショップに参加しています渡辺慎一郎と申します。2階にですね、唐松の材料をふんだんに入れるというふうな今ご説明がありました。でこれは唐松の材料について、まあ、専門的な立場からあるんだと思いますが、樹齢は大体どのくらいになっているんでしょうかね。それを波流から切られたのかなというふうに思ったんですが、その辺どういうふうに、はい、ありましたらよろしくお願いします。はい、それでは今日波流の山で実際に伐採をしている大島さんがいますので、大島さんからどのぐらいの事例だったんですか。はい、日光木材の大島と申します。去年伐採しましたのは杉でありまして、樹齢が大体70年から80年ぐらい経っているかと思います。金松に関しては、まだ伐採しておりません。それで、一箇所を去年見たんですが、そこが60年から70年ぐらい経っているか経ってないかだと思います。金松に関しては今年伐採予定です。以上です。はい、ありがとうございました。大丈夫でしょうか、新庄さん。どうは、じゃあもう一点なんですけど、関連なんですけれども、サポートの構想ですね、先ほど見せてもらったんですが、南会津町としてはどんなふうなお考えを持っていらっしゃるのかお願いしたいと思います。将来設計になると思いますか。はい、まあ、それで私から先ほど申し上げた通りなんですが、今のところこういう仕組みがあまりまだ資金ができなかったというふうには言えておりませんので、まあ、先ほど関事務所の方がありましたように、こちらをまとめる役をするポジションですね、何かという形で、町がまず先導を切らないとなかなか動けないと思いますので、相手の部署を決めてですね、そこが中心になって、まず立ち上げのところは町がまずリーダーシップを発揮して、皆さんにお声掛けをして、問題はそのオレンジのサポート南会津というところに誰がなっていただくかというのがまず言ってみたと思います。ぜひですね、今日来られている団体の方々、私がそこのまとめ役になるんだという方がいらっしゃればですね、大変嬉しいと思いますので、まあ、新庁舎ができるまでの間ですね、これについて検討したいと思います。で今までワークショップ7回開いたということで、設計のためのワークショップをやりまして、現実的には後ほど言おうかと思ったんですが、ワークショップについてはこれをもちまして一旦終わりという方にさせていただいて、次のステップとしてこちらの共同のまちづくりサポート南会津に向けたワークショップをこれから立ち上げたいなというふうに思っております。今日来ている方、来られていない方も含めてですね、ワークショップを立ち上げてですね、共同のまちづくりというようなものをどのようにしていくかという打ち合わせも建物ができるまでの間にやっていきたいなというふうに考えております。それでは私から今までの役場はご存知のようにね、田島町の役場として使われた庁舎を合併を使用してきたということであります。まあ、田島町時代の建築から50年ぐらい、経っておりますけれども、その当時本当に立派な庁舎だったと思います。しかし私たちの町4町村が合併して、そして、とりあえずの本庁舎ということで今使用しているわけでありますけれども、皆さん方ご存知のようにあそこでは執務室といいますか、事務の
面積しかなくて、本当に町民の皆さん方に入ってきていただいて休む場もないし、そして相談を受ける場もないと、そのような場でありますので、今度はまた50年100年というような、そういう仕様に耐えうる庁舎、それを目指しておりまして、人に優しい、そして住民が集う庁舎ということで、そして皆さんに、信頼されるような業務ができるような、その庁舎を目指しております。まあ、そういうスペースを十分取らせていただくような、皆さん方にもワークショップいただきましたから、そういうことを目指してやっていきたいと思いますから、今度その庁舎ができた時にはぜひ皆さん方にもいろいろ、またその使い方によ、については皆さん方にアイデアいただいたり、本当に使いやすい、皆さん方と一緒に仕事ができる、南会津町づくりができる庁舎にしたい、そのように考えておりますので、皆さん方にもこれからまた出来上がった後でも皆さん方にいろいろな使い方アイデアいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。他にお願いしたいと思います。ありませんでしょうか。小泉さん。ちょっと私もワークショップ出てないんでわからないんですけど、ちょっと細かいことになるかもしれませんけど、1階から入りまして左側にカフェってあるんですね。それからその向こうに町名ランチってあるんですけど、そこら辺がどういう構造になっているかっていうのをちょっと分からないので教えていただきたいということと、その柿の機能ですか、どういう機能を持たせるのかというのがちょっと分からないんですけど、そこら辺もしよかったら説明していただけないでしょうか。はい、カフェはですね、当初、私どもの設計案では、単純に、一般的な喫茶店のような、まあ、小さなカフェですね、を想定しておりました。ただしワークショップが、進むにつれてですね、こちらの空間をですね、まあ、発達障害の方であるとか、そういった方にですね、運営していただくことが可能かというような、ご意見が出ましたので、そういったための空間にしようと考えております。なので、カフェというような名前はついておりますけれども、実際にここで、火を使って調理する、そういったことは発生しません。まあ、ケーキであるとか、そういった冷蔵してあるものを置いて、あるいはすでにできているコーヒーをですね、 IH のコンロで温めて、それをお出しするような、そういった営業形態に、なると思います。故に、まあ、ここは、まあ、それぐらいのスペース、あと設備で十分に事足りるのではないかなというふうに考えております。そして、まあ、こちらのカフェのテーブルというんですかね、カウンター、こちらもですね、その関係の団体の方からですね、案をいただいて、それを忠実に、そのまま表現したデザインとなっております。以上です。ワークショップの委員で今日柴崎君が来ておりまして、柴崎君の方からいろいろご提案をいただいて、こういうものをした方がいいんじゃないかということであったら、何かコメントありましたらお願いします。はい、やっぱり先ほど町長からもお話しあったように、やっぱり新庁舎を作るんでしたら、やっぱり人に優しい新庁舎、この南会津町はやはり優しい町だなって思うには、やっぱり障害者の人たちがこう働ける場所、いろいろなことをこういろんな町民や役場の方々とこう関われる場所っていうようなことで、そういうのが、そういう空間があったらいいなっていうことで、ワークショップの会でずっと私提案してきて、このカフェについて提案させていただきました。そしてこの平面図見て、あ、こういう風なカフェがのこう、まあ、私こうイメージしたようなカフェのこう設計図ができて、そ
でこの先こういろいろこう自立支援協議会とかそういう組織がありますので、そういうところで今日来てらっしゃるのはあの理事長とか、あとその他の障害者のいろんな団体の方々とこういろいろとこう話をしながら、この壁を障害者の人たちのためにこう有効活用できればなと、なお今日この設計図を見て思いました。今言えることとしては以上です。はい、ありがとうございました。まあ、そういう形でこのカフェを運営していこうということで、まあ、これもスタート設計のスタートの段階から、ワークショップの参加者の声を生かした設計にしてもらったということです。で、ラウンジについてはカフェの、まあ、デザイナーになるんですが、カフェで、まあ、コーヒーを、まあ、買ったりした方が休んで、休憩をしてもらう。さらには住民の方々の、まあ、文化団体とかの展示物があればですね、その時々によって、絵画とか習字とか写真とか、まあ、そういうものを展示できるスペースとしても活用できるのかなというふうに考えております。以上ですが、よろしいでしょうか。障害者のということで今おっしゃったんですけど、障害者の場合ここでは確か赤松蔵さんと旗本、それから小野川さんということで3企業が社があるんじゃないかと思うんですよね。そこら辺でもってここがどのようにこう各作業所の正直言えば製品ですねまでここで展示したり、または売買したりすることが可能なのかどうか、そこら辺をちょっともう一つ一回だけ聞きたいと思います。はい、まあ、私個人的には自分可能だと、かえってそういうものに利用してほしいというふうに考えております。まあ、法律上いろいろな問題があるのかどうかはちょっと調べないと分かりませんが、まあ、そういうことがあったとしてもですね、もともとこの先から申し上げているこの庁舎の趣旨がこういうことでありますので、ぜひとも住民の方に参加してもらいたい、来ていただきたい庁舎ということから考えれば、そういうような作業所の方々のものを展示したり販売したり、そういうことを、さらには町の観光物産なんかも含めてですね、それから特産物等についても、まあ、あまり儲かるような商売はできないと思うんですが、PR を兼ねた形での情報発信的な形での展示というのは十分可能だというふうに私は思っております。